山の田は、山口県下関市の山口県道248号、下関港、安岡さ山の多交差点を中心とした山の伝統町、南町、西町、中央町、本町、北町に、畑生町、本町、宮の下町、竹久町、大学町、生野町、三河町、宝町を加えた地域一体の総称。 県道248号線南東側から見た山の多交差点下関市の地域区分では本町地区に含まれ北部地区とも言う。地元住民は山陽、山陰本線の線路より北側を山の電地区、南側を畑生地区ということが多い。山の滝田隣の川中地区、冷えた地区では地理的に密接な関係にあるため一部の商店に 山の多店と称するところがある。地域の核となる施設は、下関市立大学であり、旧国道191号や県道248号線沿いに、商店、飲食店が並ぶ。地域一帯に、住宅地が広がる。かつては、商業施設の核として、山の他さてが存在したが、2009年2月に閉店、跡地には14階建てのマンションが建設中である。また、 レッドキャベツさんの他店が2017年8月に閉店した。下関市で最初に大規模な区画整理が行われた地域で街並みが比較的整然としている。山の多交差点や畑西駅の存在により、勝山地区と共に下関市の副都心の一つに位置づけられることが多い。山の多交差点にある山の多バス停は三連交通の重要な停留所である。 交通の便の良さや、教育施設が多く、商店、飲食店、医療施設等も充実しており、住宅地として人気が高い地区となっている。山の多交差点では、工場的に渋滞が発生していたことから、山の電磁区の海側を通過する、下関北バイパスが建設され、2015年3月28日に、全線開通した。JR 西日本山陽本線。 山陰本線の分岐点に近く山の多新駅を望む声も少なくないが、旗西駅との距離や地理的な問題により実現する可能性は低いとの見方も根強い。この他にも夢モール等が近隣エリアにあり、商業施設はかなり充実している。かつては畑製交番が竹久町にあったが、現在は葉山町へと移転している。 下関市立山の田中学校下関市立山の田小学校、ありがとうございます。